古墳は、愛知県港南市にある古墳。小売、古墳群の一つ。五条川右岸の自然堤防上に位置しており、直径約30メートル、高さ約6.5メートルの墳丘が現存。現存する墳丘は二段築生の下段南側に、平坦部が突出しており、作り出しのついた塩墳と考えられている。また、墳丘を残存する、公園部とする、前方後園墳との説もある。 なお、墳糾上段は、方形状だが工実する石碑の設置などもあって、大きく改変されている、可能性が高い。古墳そのものについて、正式な発掘調査は行われておらず、集合も確認されていないが、古墳周辺は、畑として開墾されており、その際に、複数の遺物が検出されている。天正十二年の小牧、長久手の戦いの際に、徳川家康が、 織田信夫と共に、この富士塚に登って、秀吉軍の陣形を見渡したと伝えられている。墳丘の頂には、天那二年に、生駒と死活が築いた生駒氏の由緒や武功を記した、石碑が置かれている。騎士は、林信圧に依頼したもので、六角中の石碑を亀型の大石の上に建てたことからこの塚は、岡目塚とも呼ばれ、終わり名所杖にも描かれた。なお、 この石碑は港南市指定文化財となっている。前述したように古墳本体の正式な発掘調査が行われたことはない。現地案内版では前方部を二十歳にする際に葉には末期、葉時の湿度があったとしているが、ここでは古墳の東側の藤塚遺跡と西側の天皇山遺跡からの出土品について記述する。括弧内は調査年度である。 伝統ハ庭については外面に、回転横吐け、底部に、ヘラ削り技法が施されるなど、終わり型ハニの特徴を有する。ありがとうございます。